ご視聴ありがとうございます。よしお.comチャンネルです。今回は仙台老舗のハンバーグ巡り第1弾で本町にあるグリル赤井に行ってきました。前のクーさんのハンバーグを食べてお蔵入りしていたハンバーグ企画をやっぱりやってみようと思いました。何週間に分けていろんなハンバーグ店を紹介していきたいと思います。お店の場所は東北電力本社ビル方面にありまして、郵便局向かいのビルの地下にお店があります。地下でもだいぶ奥にお店がありました。営業時間はランチタイムが11時半から14時まで、ディナータイムが17時から23時30分までなってます。定休日が土曜日、日曜日、祝日になってます。お店の入り口には大きな写真でハンバーグの種類が掲載されてました。わかりやすくて嬉しいです。店内はこんな雰囲気になってます。カウンターが8席、テーブル席が2席になってます。老舗店といったらこれですよね。著名人の色紙たくさんありました。メニューはこんな感じになってます。この日の日替わりメニューは牛肉のチーズのせになってまして、そちらも気になりましたが、ハンバーグ 250g につられてスペシャルランチを頼んでみました。Google の口コミでも評価は高いんですが、平日だけの営業になってまして、土日休みの人が食べに来れないのはちょっと残念なところです。ランチについてくるスープはコーンスープと味噌汁から選べます。このコーンスープがとろーり濃厚でとっても美味しかったです。老舗のコーンスープって絶対美味しいですよね。セットのサラダもマヨネーズ和えとちょっと珍しいサラダ。一般的にはドレッシングをかけたサラダが多いんですが、このお店では手間暇感があります。しかもめっちゃ美味しかったです。マヨネーズにはほんのりツナの旨味があって、おかわりしたいほど美味しいサラダでした。そしてメインのハンバーグ、音が食欲をそそります。老舗ならではのデミグラスソースは素材のうまさを引き立てる主張抑えめなお味でした。焼いているところを見てたんですが、強火で焼いてグリルに入れて二度焼きをしていました。二度焼きをしているので外はカリッとはしてるんですが、中はふっくら系でとっても美味しかったです。250g と大きいはずなんですが、ふっくらしてるとペロッと食べちゃうんで本当に怖いですよね。今回食べたのはスペシャルランチで、ハンバーグ 250g にライス、サラダ、コーンスープがついてました。ハンバーグはもちろんですが、サラダ、コーンスープまでこだわりがあってとっても美味しかったです。これで1000円はかなり大満足です。ちなみに日替わりランチは850円になってます。最後に営業時間のおさらいです。営業時間はランチタイムが11時半から14時まで、ディナータイムが17時から23時30分まで、定休日が土曜日、日曜日、祝日になってます。ぜひ皆さんも食べに行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このよしお.comチャンネルでは仙台の美味しい楽しいを発信しております。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。